まずはこの糸井のバット、4対2。あ、思い切って低めそのフォークボールという気持ちなんでしょうが、いやこれ、はい、結構なウェイトを占める点数だと思いますね。そうですか、いや3点差と2点差ってやっぱ、はい、違いはありますし、だいぶ気持ち違いますよね。もう1本ここでヒットなんて出ますとね、はいはい、もう8回9回の攻撃、ファイターズはもうそれこそね捨て身まではいかなくてもね、はい、もう攻撃的にいけるんですよ。まあ、追われるより追うものの強みと言いますかね、まあ、ありますよね、はい、3ボール2ストライク、左中間に打球が飛んでいる、いいバッティングだ、いいバッティングだ、うわー、いいな、あ、2人は1塁ストップ、あ、いや、返球が悪いがセカンドベースカバーがいない、二塁はセーフ。ちょっとこれ、ね、オリックスの中継プレー乱れました。これはちょっと事件が起きたんですよ。事件、ちょっとね、はい、これ言っていいのかな、僕見てしまったんですけども、はい、伊藤選手左中間落ちました、はい、レフト取るかセンター取るか、はい、伊藤選手も打球をずっと見てたんですよ。見てましたね、走ってなかったんですよね。ほんならオーバーランしたときに、はい、ベース踏むの忘れてたんですよなるほど、で戻ったんですよね。戻ったんですよ、はい、もしくは踏んだかもしれませんが、踏んだかどうか確認確信が取れなかったんです、はい、あ、いやでも何はともあれ、左中間の糸井のタイムリー、まあ、シングルヒット今の監督の向こうの福良コーチの顔見ましたよ、しよ、よしよとりあえずこれで1点入って4対3、伊藤選手まさかのベース踏み忘れ、事件が起きてしまいましたね。で中継プレーの勝ち、伊藤は結果2塁に進んでいます、はい、野球っていろんなドラマあるんですねいやでもセカンドまで行けて、はい、よかったんじゃないですか確かに